反対側からの様子南三陸町、防災対策庁舎は、宮城県元吉郡南三陸町の行政庁舎の一つ、東北地方太平洋沖地震に伴う津波で被災した。1995年、静川町の町役場の行政庁舎の一つとして建設された。静川町における地理地震の浸水深2.4メートルに対し、防災対策庁舎は、 海抜1.7メートル、海岸から約600メートルの地点に立つ鉄骨造りほか3階建てであり、地上から高さ約12メートルの屋上に避難場所があった。2005年10月1日、静川町と宇津町が新設合併して南三陸町となった。防災対策庁舎は南三陸町役場の行政庁舎の一つとなった。町役場の本場には、 行政第一、第二庁舎、そして、防災対策庁舎が隣接して立っていた。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震に伴う15.5メートルの津波により、第一庁舎及び第二庁舎は流出し、防災対策庁舎は、骨組みと各フロアの床及び屋根等を残して破壊された。その悲劇により、防災対策庁舎は、 震災以降とみなされている。地方自治法第4条第1項の規定に基づいて、2005年10月1日に制定された南三陸町役場の位置を定める条例により、南三陸町役場の本所は、南三陸町静川あざお入おいり77番地に定められた。同地にあった行政庁舎は以下の通り、2011年3月11日に、 東北地方太平洋沖地震が発生。当初の6メートルという津波予想のため、庁舎に泊まり避難しなかったのが、犠牲者を大きくする一因となった。2階に危機管理課があり、庁災害対策本部が置かれた。本庁舎では、津波来週の15時25分頃まで、防災無線放送で繰り返し住民に避難を62回に渡り、呼びかけ続けた。 本庁舎から発信された約30分間の防災無線の放送を音声は全て録音されている。危機管理課の女性職員、遠藤美希は繰り返し避難を呼びかけ続けたが、波の高さについては最大で6メートルという放送が続き、最後の4回のみ10メートルと放送した。音声は放送を続けようとする遠藤の声を遮るように上へ上がって、 ミキちゃん上がってという周囲の静止の声を最後に放送が途切れている。遠藤は津波に飲まれ殉職した。最後まで防災無線で避難を呼びかけ続けて犠牲になった遠藤の行動は多くの命を救った命がけのアナウンスと大きく評価され埼玉県の公立学校で2012年の4月から使われる道徳の教材に掲載された。当初津波の高さの予想は 最大で6メートルだったため、当時、行政庁舎で勤務していた130名のうち、53名が、この3階建ての防災庁舎の屋上に避難した。しかし津波は予想の高さを超え、庁舎の屋上床上約2メートルの高さまで押し寄せた。その水圧と流れにより、屋上に避難していた人々の多くが津波に流され、犠牲になった。生還したのは、佐藤仁志町長ら10名。 彼らは、庁舎の屋上中心に立っていた、高さ5メートルのアンテナのポールや、屋上へ向かう鉄骨製階段の手すりにしがみついた、ことで生還することができた。屋上で写真を撮影していた職員のデジタルカメラの、本体は、壊れてしまっていたが、データは無事で、津波が来る前から屋上が水没する瞬間までを、捉えた様子が映っており、写真の一部は、 南三陸町のホームページに掲載された。また、堅牢な建物であり2階の電算室で、各種行政システムを管理していたが、サーバー及びバックアップテープも滅失した。2012年3月6日、佐藤仁市町長が高台へ避難させず、庁舎に留まらせたのが原因で、町職員ら43人が犠牲になったとして、亡くなった町職員の遺族により、 業務上過失致死容疑にて、宮城県警南三陸署に告訴状が提出されたが、2015年8月に仙台地検は不起訴処分にした。2016年9月28日、同様の内容で亡くなった町職員の遺族5人により告訴されている。その後の被災庁舎は、震災のモニュメントとして、震災以降の役割を果たし、 庁舎近くの被災建物が次々と撤去される中、本庁舎は撤去されなかった。保存を求める強い声もあり、当初は保存する予定だったが、2013年9月に、庁舎は、残すとなると、庁舎の存在が復興事業の支障になる、以降の保存は、小さな町には2の重すぎる問題だったと述べ、この災害を忘れないためにも、 庁舎をモニュメントとして残したいという保存する意向を撤廃。被災庁舎の解体が決まり、2013年度中に解体される予定であった。同年11月2日には、旧庁舎前で慰霊祭が行われた。町の解体方針の一方で、宮城県と復興庁は、移行保存に前向きな方針で移行保存の支援を示したが、佐藤町長は、 慰霊祭後の記者会見で、町の決定は変わらないと述べていた。しかし、国が震災以降の保存に関する支援策を表明したこと、等から村井宮城県知事は、有識者会議の設置を、被災15市町長に提案し、南三陸町の佐藤町長を含む全員が、了承し、2013年12月に開催された第一回、宮城県震災以降有識者会議で、 震災以降の対象となる施設となる県内14施設の一つとなった。この有識者会議は2015年3月までに結論を出す予定になっていた。しかし、南三陸町が県に委託した防災対策庁舎を含む公立の建物の解体期限が2014年3月となっていることから県は1月に町側に事務委託の対象から 防災対策庁舎を外すこと持ちかけ、さらに防災対策庁舎の取り扱いについて、有識者会議での意見の取りまとめを終えた時点で、改めて協議すると加えた。町側も2014年1月に県の提案に同意した。このことにより、有識者会議終了までは解体されないことになっていた。2015年になってから、宮城県は2031年まで、 庁舎の建具化を検討し始めたことが明らかになっている。具体的には2015年1月に有識者会議の報告書が宮城県知事に提出され、その中で検討対象とされた防災対策庁舎については県内の震災移行候補の中でも特段に高い価値があると評価され、合わせて拙速に結論を出すのではなく、 時間をかけて考えることも検討すべきとの意見が特に付け加えられた。この有識者会議の報告を受け、2015年1月28日に村井宮城県知事が南三陸町を訪れ、佐藤町長と南三陸町役場で面談し、県からの提案を伝えた。2015年4月1日現在、宮城県から提案のあった事項に関して町として、 どう対応するのが望ましいと考えるか。とのパブリックコメントを町内に住所を有する方及び町内に事務所または事業所を有する方を対象に2015年4月14日まで受け付けている。なお、町長は知事とともに遺族との意見交換会を南三陸町役場で2015年4月9日に開くこととなっていた。2015年6月30日。 南三陸町民のパブリックコメントの結果及び、町議会での請願の全会一致での採択もあり、南三陸町長は県運化を受け入れることを表明した。このことにより、防災対策庁舎は2031年まで宮城県が管理することとなった。ありがとうございます。